アベルはアブラハムの宗教における聖書の創世記に登場する人物。カインの弟であり、聖書の物語における最初の夫婦であるアダムとイブの次男である。彼は家畜の上ゴを神への捧げ物とした羊飼いだった。神はアベルの捧げ物を受け入れたが、カインの捧げ物は受け入れなかった。カインは嫉妬に駆られてアベルを殺害した。創世記によると、 これは人類の歴史における最初の殺人だった。カインとアベルはアダムとイブがエデンの園を追われた後に生まれた兄弟である。長じてカインは農耕を、アベルは羊の放牧を行うものとなった。ある日二人は神アハワに供物を捧げた。カインは収穫物を、アベルは肥えた羊のウィンゴを捧げたが、神はアベルの供物に目を止めたものの、カインの供物は無視した。 アベルは、その後、嫉妬に駆られたカインに野原に誘い出され、そこで殺された。しかし、大地に流された、アベルの血は神に向かって、これを訴え、カインは弟殺しの罪によって、エデンの東に追放された。アベルのマウソレウムである、ナビーハービールモスクシーハイスラム教徒の考えによると、アベルは、ダマスカスの西にある、 ラバダニ渓谷近くのナビーハービールモスクに埋葬されている。ありがとうございます。